はい、皆様どうもマフロです。はい、今日はですね、クロノク総長オメガが対象でしたので、デルタ2、やってみようと思います。デルタ1がね、この前やりましたね。それでは行ってみましょう。あー、なんとなく覚えてるな。なんとなくだけど、あれ使うんですよね、なんかアイテムをね。それでは行ってみましょう。音楽がいい、やっぱり。使うんだっけ？これか。これでいいのかね。これ使ってないと吸い込まれるってことだよな。基本常に使ってればいいのかな。使って下げられたら使うでいいの。なんか出てるね、あれ。なんか集中してるんだけど、ほっといていいの？基本常に浮いてたら大丈夫そうだけど、ね、そうでもない。なんか作ったの。あ、逃げるとこない。とりあえず視線は下げとこう。あー、これはなんかやばそうだ。ちょっと重なってないとこ行っとこうと。あ、視線も出てた。あ、石化しちゃったよ。あー、石化終わったらまた石化した。とりあえず浮いとかないと。あ、やばいやばい、浮いて。マイナス100。逃げるとこないんだよな。
反転マイナス100だからか、浮いてたらダメってことね。でもまあ大したダメージじゃないからよかったレベル制限があるときにやるときつそうだけどね、浮いてると死にはしないのかな。見てから使った方がいいのかな。でも万が一もあるからとりあえず使っとこうあ、逃げ場がないよ。触手乱舞って浮いてれば大丈夫そうです。するんで後ろ向いておきます。大地震、この後ろ向くのは石化の後に視線が来る可能性もあるからということですね。ちょっとデバフ溜まりまくってるな、これどうしたらいいか。今のところは問題なさそうだけど、これ以上溜まるときつそうだよ。石がうざいです。これってひょっとして食らわない、浮いてなければ。あ、吸い込まれそうって言ってるから使わなきゃ。やっぱダメだよ。避けてからでいいのかな。デバフは一回消えたのか。まあ何とかもう倒せそうかな。下にはいけないんだよな、操作っていう割には。上にはいけるけど、上がり下がりできればいいのに。
下がってる状態だな。焦るよね、こうなんす。逃げ場がない。あとちょっと。あれ？なんで急に今前向いた？後ろ向いてたのに。おかしいな。やっぱコントローラーのせいか。はい、まあクリアできたからよしとしましょう。だからはこう、これしか入ってないのかな。せめて装備くれ。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。